あ、僕はそういうのは苦手なんだ。皇族とかなんとか難しくてよくわからないからね。それにたまに思ったりもするんだ。皇族が偉いなんて、始祖は本当にそんなことを言ったのかな。ずっと違和感を覚えててさ。覚えてねえけど、なんか訳がわかんないうちにバロンを助けようと思ったら巨人で戦ってた。あいつは収容所で初めて俺に声をかけてくれた。それにしてもこれだけのバラ、結構な値段がすると思うんだけど、もったいない。そうだ、僕の羽分けてあげようか。これ天然物なんだよ。いいよそんなダサいの。それとやっぱり市役所の着こなしにも一工夫あってもいいかも。最高。個人的な感情で動いている俺は器が小さいやつだとでも言いたいのか。そりゃお前は六星獣だもんな。でも俺には関係ない。我が名と技を背に我は召喚す。我は佐久間栄太郎、頂上なりし祝詞と断りの使い手なり。聖なる盾よ。俺っちにしてみれば願ってもないことさ。都市戦があるとなれば、奴らはこちらに戦力を割くわけにはいかない。レイフォンは嫌でも一人で来なきゃならないさ。捕まるのはそっちだろ、変態メガネ。スプーンも投げればポチに当たる。てか、俺は紫、クールさと色気を兼ね備えている紫。ちょい大人目がいい。うん、いやいや、僕はここからチケットを取り出そうとしてるんじゃないか。いや待て、それじゃまるで吉井君宛のラブレターを僕が盗もうとしているように見えるじゃないか。聞かないよ、さっきも見せただろ。そんな力はこの神の力を持つエレミオの口で無効化される。ダメだ。お、私たちはここにいなければならない。わーい、夜明けまで反省会だ。いいってことよ。それでこそ我が親友立花地道。むしろその食いつきを待ってたぜ。カズターノは人間狩りの連中にさらわれたんだ。もう二度と見つからねえ。カズターノなしで俺はこの先どうすりゃいいんだ。局長は将軍の復職を誰よりも望んでいました。そしてアッサム王女短期制圧の功労を考慮し、確かに感じた反応は弱かったけど、進化する可能性もあるんだよね。だったらセイクリッドの力を俺が使えば確実に倒せる。今日はレイちゃんが海外ロケでいないんだけど、大丈夫、今日は俺に任せといて。大丈夫ですか。なんだよ時山で。でもそんなんじゃ信頼も何もねえって話だよな。まあだからお前らをちょっとは見習ってみたってところだな。何に対しても真正面から取り合ってないだろ。今だっていつだってそうだ。だって私は勝手に諦めて言い訳ばっかりしてるのはユイじゃねえのかよ。君の心の隙間僕が埋めよう。全てを委ねてくれないか。さあ勝負だ。黒金ゼロ、弟が受けた屈辱は兄である俺が返す。このガーディアンリバイザーでな。あれ、俺が振ったのか。いや、だって共通の話題それしかねえし。いや、だからなんで俺が話題探してるんだよ。けれど、この事実を兄貴が知ってしまったら。お上にも後で礼に行くって言っといて。ダメだ、もろ兄貴好み。ま、あれだけ派手で目立つ子だしな。彼女がステージで歌ってくれるっていう宣伝効果は捨てがたい。ウィリアム、俺の力が必要だと言え。そうすれば助けてやる。お前は分かっているはずだ。俺が決してお前の魂を裏切れないということ。なるほど、すげえ回復力だ。心臓を刺されても数秒で治るヴァンパイアの血ってやつか。だがそれがどうした。何をしている、イモモーグ。貴様は死ぬまで勝つ武士になるのだろう。彼女の言う通り、冒険者は自由だから。冒険者を動かすには彼ら一人一人が納得することが必要なんだ。ありゃ一度肩を壊してるポンコツだぜ。もっともっと投げさせりゃ必ずボロが出る。
戦争のシステムそのものを崩壊させようとしている奴らと表面上は一時休戦にしておいて、裏では全力でぶっ潰そうって腹か。虫図が走るほどせこい話だな。星ってさ、今光っててももう存在してないかもしれないんだぞ。この瞬間の星はもう二度と見られないかもしれないって思うとワクワクするだろう。何度も言わせるな。俺は一人で行くんだよ。待ってろよ、必ずお前の仇は俺が取ってやる。どうしろっつんだよ。いつか、いや無理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 だろ。いつか飲まず食わずの方がまだマシだ。ああマジで、もうマジで。ブラックとスマイルがジョーカーたちのテントに侵入した翌日、みんないなくなった。絶対お前らのせいだ。だから俺は衣装の匂いをたどりスマイルを追いかけたってワイルドが言ってる。俺西条レオンハルト、レオでいいぞ。得意な術式は収束系の効果魔法だ。タルタロス旧鬼門の一人、地獄で思い出せや、ヒョウギンを皆殺しにした。何ステーキウサー、ホントウサー、イカウサー、ウサちゃんを助けるウサー。さあ私が焼いた肉を食べたまえ。うまいに違いないぞ。なぜならこの私が焼いたのだから。なかなか洒落た挨拶だったよ。さすが国語のエキスパートだ。ただし俺なら若竹のことは威張り屋っていうより目立ちたがり屋って言うけどな。新たにできたんです。ではそういうことで、この匂い獣の刺繍じゃないですか。一応小さくても猛禽類だから肉食だけど、さすがに自分より大きい生き物は対象外じゃないの。何もしないで後悔するのは一番面倒くさいことだから。これでよしっと。名前はクロ。シラブ、若年の配分ちゃんと考えろよ。はい、大丈夫です。かわいくね。いいですよね今回のガチャ。俺も帰ったら回すつもりでさ。一等のエフェクト装備は可愛い系で用事ないんだけど。あのさ、この間のことなんだけど、退院してからって思ったんだけど。ダメダメ、予算なくて代わりの部品も買えないんだから。今日はおとなしく僕の晴れ姿でも見ておけって。うっせえな、333倍が。あっち行け。バトル、あっち行けって言ってんだろ。神道、私は君を力ずくで違法に連れていくことができるんだぞ。それに全く魔力が減る気配がない。このままでは。ユノ、私が奴と戦っているうちに先に宝物殿へ行け。五十嵐さん、俺間に合ってます。ちょっとまだ何も。待って、せめて話だけでも。お前の目指した横綱相撲か。でもな日の丸、横綱相撲ってのは勝って初めてそう呼ばれるんだ。何か足りないとすれば今彼女がいないということか。というか彼女いない歴37年。まあ別にいなくて困るというものでもないし。僕は失恋をした。仕方ねえだろ、全部が予想以上だった。笑わずにいられるかってんだ。我らの主君は信長様ただ一人。たとえ誰であろうとも信長様に逆らう者は討ち取るべきです。ブルーナイトですよ。たくさんの魔法使いが集まってパートナーを探すんです。カイマンさんだって知ってるでしょ。ごめん、さっき何と言ったか聞こえなかった。もう一回言え。行ってみろクソ組。渋谷の不良なんてよ、所詮ギャルを崩れのこじゃれたシティーボーイだろ。もう友達じゃねえんだな。全然痛くねえから本気じゃねえのかと思ったぞ。その涙のために戦え。僕は契約に背いた。じきに死ぬ。母は治せない。
君まで犠牲になる必要はどこにもなくなった。ずっと君を待っていた。だからこれが一番僕らしい。思い切り君と戦い、そして僕が勝つ。